女性のダイエットに効く美味しく食べながら痩せるおやつをあなたにお伝えしていきますね。この動画をご覧いただきますと、今回はカルディさんで私が選んでまいりました、特に私たち女性におすすめのダイエット効果がある美味しいおやつ選んできております。動画の最後でトップ3という形であなたにお伝えしていきますので、ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしています。そのことであなたがもうリバウンドなしでいつまでも健康的で綺麗に痩せた状態になることを応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、また LINE 登録していただきますともうとても嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、私が取り組んでおりますこの腸活ダイエット、今すぐあなたも取り組める方法動画4本無料でプレゼントさせていただいております。ぜひそちらの動画も日々のダイエットにお役立ていただければとても嬉しいです。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では1つ目の項目です。なぜこのおやつを食べると痩せることができるのかというそのポイントについてお伝えします。それはこのおやつたちがですね、あなたの腸内環境を整えてくれる食材でできているからなんですね。ここすごくポイントなんですよ。あなたが今一生懸命もう痩せようと思ってもいろんなね努力や取り組みをねしてらっしゃると思うんですよ。もうその努力すごくわかります。ただ根本的に痩せ体質になっていないと、たとえ食事制限を頑張ったとしても、きつい運動を頑張ったとしても、もう絶対に長期的に痩せることはできません。なぜかというと、その先には必ずリバウンドが待っているからなんですよね。そこでじゃあどうしたらいいのっていうことで、私がお伝えしているのは、あなたのまず腸内環境を整えてあげることができたら、根本的に痩せ体質へとあなたはですね生まれ変わることができるんですよ。もうここが非常に大切なポイントになってくるんですね。そのためには日頃召し上がっていらっしゃるお食事もそうですが、今回お伝えするそのおやつについても同じことが言えるんですよ。せっかくでしたらダイエット向きの美味しいおやつ食べたいじゃないですか。もうダイエット中だっておやつ食べたいですよね。もう分かります。私もそうです。私も上手に食べてますよ。でそこでおすすめなのが、その腸内環境を整えることができること、そして腸にそもそもその負担をかけないもの、それは何かというと完全に無添加であることです。そのままの食材をやはり食べるというのが一番ベストなんですよね。もう自然なわけですよ。その時に例えばあなたが選んだおやつのですね材料をチェックしてみてください。そこにもしいくら痩せるって書いてあるおやつでも、調味料かっこアミノ酸などとか、糖質オフ糖質ゼロとかね、あのノンシュガーとかカロリーをゼロとか、そういったものが書いてあるのにもかかわらず、甘い味がしているものというのはもう人工甘味料ですから、もうこれは逆効果なわけです。カロリーがゼロだったら痩せるじゃないかっていうのは間違いであって、そのカロリーだけに着目していても痩せることができないですよね。なぜかというと、甘い味がしてるのにカロリーがないっていうことはですね、あなたの脳がすぐにね察知するんですよ。おやって、これは騙されてるってね、すぐバレバレなんですよ。何がバレバレかって、おかしいよねっていうわけです。脳がだって甘いもの食べてるのに、なんで熱量となるエネルギーとなるカロリーがないのってなるんですよ。これはいけないってなるんですよね。もっと食べなくっちゃ、もっと甘いものを食べてカロリー取らなくっちゃ命に危険が関わってくるってね勘違いしちゃうんですよ脳が。でその後に何が起こるかというと、あなたはせっかくカロリーがゼロで甘いものを食べて満足満足ってなった、その後もうすぐに、もうさっき食べたばっかりなのにまた甘いものがね食べたくなっちゃうんですよ。それはあなたが悪いんじゃなくって、あなたの脳がそうさせてるんです。食べろって言うんですよ。もうどんどん食べてくれって、カロリーが取れるまで食べろ食べろってね命令されている。
だけなんですよ。そこに従ってしまっていてはいつまでたっても痩せることがねできないんですよね。そこをまず踏まえた上で、私が腸活のベースとして選んだおやつを食べることで、あなたは食べながら痩せることができちゃうんですよっていうことをお伝えしていきたいと思います。そこで痩せるためには良いものを取ることもとっても大事ですよね、腸活メニュー。でもいくら良いものを取ったところで悪いものを取っていれば効果は出ません。なので順番はまずはもう断捨離ですよ。もう捨てる、自分に合わなくなったもの、好きじゃないもの、違和感が出てるもの、そういったものをもう全部捨てることから始める方が結果早いです。でその時にですね、あなたがもしご存知でないといけないので、とにかく悪いものを捨てる、入れないっていうことが大事ですから、ざっとその添加物、もう本当にこれだけは取らないでっていうものを私セレクトしましたので、ちょっとぜひ覚えてくださいね。まずもうとにかく悪いのはトランス脂肪酸と言われるものです。これは食べるプラスチックって呼ばれているような、お体にも害が出ますし、その痩せるのを邪魔するものです。何に入っているかというと、わざわざトランス脂肪酸なんて原材料に書いていませんから、もうここ気をつけてくださいね。隠されているわけです。で例えばマーガリン、ショートニング、ファットスプレッド、植物性油脂、植物性食用油脂、加工油脂、食用生成加工油脂、加工油加工脂、ね、もうこんなにっていうぐらいね入ってます。こういったのを選ばないように気をつけてくださいね。もうまずは捨てる、こういったのをもう受け取らないということですよね、お体が。そして今度甘味料に移りましょう。もういろいろ悪いのはあるんですが、もう特にこの合成甘味料はもう絶対に避けてもらいたいなと思ってあなたにお伝えします。もちろん白砂糖も悪いんですよ、もう太ります。でもあの人工甘味料 その合成甘味料は本当に取らないでいただきたいなと思います。なぜかという理由は、先ほどお伝えした通り、脳がどんどんもっと食べろ食べろって言うからです。アスパルテーム、早速言い間違えました、すいません。頑張りますね、ここから豆るように頑張ります。アスパルテーム、そしてアセスルファム系、あとスクラロース、ネオテーム、サッカリンとか、こういったあのカタカナでですね、長々と、なんだろうこれ、なんかわかんないなっていうのが合成甘味料です。ですからこういったものが書いてあるおやつというのは、もう今からもう断捨離、もう選ばないっていうことをしていただきたいなって思います。そして私たち女性にとって欠かせない痩せる効果があります。それは何かと言いますと、女性ホルモン、代表されるのはエストロゲンですよね。このホルモンをいかに味方につけることができるのかということで、ダイエットのまあ成功がかかっているわけなんですが、この女性ホルモンがあるおかげで私たちは脂肪を燃焼してもらえたり、内臓脂肪の蓄積を抑えてもらえたり、また悪玉コレステロールを抑えてくれたりっていう、こんなねもう素晴らしい働きをこのエストロゲンしてくれてるんですよね。ただ私もそうですけども、年齢を重ねるごとにどんどん減ってます。もう体からですね、さよならってね、去っていってしまうわけですよね。本当悲しい、悲しいんですけども、悲しんでばっかりはやれませんよね。やはりじゃあどうすればいいのって、やっぱり行動に移さないといけないわけですよ。何もしなかったらそのままですが、ここで私が今からあなたにお伝えするおやつというのが、実はこのエストロゲンと似た働きを代わりにしてくれる食材が全部入っているおやつなんですよ。もう楽しみにされていてくださいね。では2つ目の項目に移りましょう。2番目、何をということで、今回ご紹介するおやつはあなたの腸内環境が整ってくれる、しかも無添加で腸に負担をかけない、そして女性ホルモンに似た働きをしてくれるおかげでどんどん痩せ効果がアップするんですよというおやつになります。それでは3つ目の項目に移っていきましょう。3つ目、どのようにその痩せるおやつを食べていけばよいのかということで、そのダイエット効果とランキング形式で今からお伝えしていきますね。今回はカルディさんで私は全て選んでまいりました。まず第3位はこちらです。
メイプルシロップのフレークになります。何ですかそれってね、思われた方いらっしゃると思うんですけども、普通メイプルシロップってこう瓶に入っていて、トロトロとこう蜂蜜みたいになってますよね。実はこちらはそのシロップがなんと、聞こえますか、コーンフレークみたいになってるんですよ。でもちろんね、このまま召し上がっていただいてもすごくね、実は美味しいんですよ。美味しかったんです。ただメープルシュガーですからね、このままザラザラとかね食べちゃうとさすがに太っちゃいますよね。取りすぎは NG ですよね。でこれ嬉しいのが、まあ、1袋あたり 70g 入ってまして、なんと有機メープルシュガーなんですよ。有機栽培のメープルシロップのフレークタイプ、まあ、シュガータイプなんていて、まあ、こちらにも裏にねお写真あるんですけど、こちらはミューズリーですよね、こうオートミールの、まあ、そういったこうフレーク系に振りかけて、いちごとかがアレンジしてあって、ラズベリーかな、こう美味しそうだなと思うんですけども、こちらはですね、カナダですね、原産国はカナダなので、カナダの方もこんなね、なんか美味しいもの召し上がってるんだなと思って、いいなと思って手に取りました。で、私が今回あなたにおすすめするこのメープルシュガーフレークを使ったおやつというのはこちらです。豆乳ヨーグルトにこのメープルフレークをトッピングしていただくおやつになります。で普通ね、ヨーグルトって牛乳から、生乳からできてますよね。ただやはりあれは動物性のヨーグルトなので、豆乳ヨーグルトに比べると太りやすいのと、やっぱりカゼインっていう成分がですね、小麦の太るね成分とやっぱり似た働きをしてしまうんですよね。なので結果腸に負担をかけてしまって、若干その太る要素も否めないっていうものになりますから、でそもそも日本人の腸にその動物性の乳酸菌ってですね、ヨーグルトあんまり合わない方もいると言われているぐらい、その体質的にも私たち日本人にはあんまり合わないって言われているものなんですよね。もちろん工夫次第では効果出るんですよ。ホットヨーグルトにしてみるとか、電子レンジでちょっと軽くチンして召し上がっていただくと、腸も冷やさず痩せ効果もアップするんですが、あなたがもしその長期的にダイエットを成功させたくって、リバウンドもしたくなくって、しかも女性ホルモンに似た働きをしてくれるものでこうダイエット効果を上げたいってことであれば、やっぱり私は豆乳ヨーグルトをお勧めしたいと思います。で簡単にその詳しい豆乳ヨーグルトの動画も私アップしてるんですけれども、ちょっとここでもうすぐ知りたいという方のために、こうざっと簡単に作り方をご案内したいと思います。材料1人分です。無調整の、成分無調整ですね、もう完全に無添加の、できれば国産大豆を使った豆乳を準備してくださいね。 200ml と、ここだけ最初作るときにその種菌がいるので、ここだけその動物性のヨーグルト、プレーンヨーグルトがありますよね。そのヨーグルトを大さじ1だけ最初だけ準備してください。で2回目3回目作るときは、このプレーンヨーグルトがこの豆乳ヨーグルトで置き換えで全然 OK なので、使うのは最初の1回目だけです。であと保存容器を1つ、できればガラス瓶がおすすめです。で作り方です。この無調整豆乳を容器に入れるんですよね。そしてその中に動物性の、まあ、普段こうスーパーで売ってあるような、まあ、無調整のですね、無添加のプレーンタイプのヨーグルトをたった大さじ1入れてよーく混ぜるだけで OK なんです。ですぐには食べれません。なぜかというと発酵してもらわないといけないからですよね。その時にやはり常温で8時間ほど置けば、もうねプルプルってね固まってくるんですよ。そうしたらもう出来上がりなので、少し冷蔵庫で冷やして固めていただくと、まあ、さらに食べやすくなりますし、まあ、あんまり冷たいのは腸を冷やしてしまって太ってしまうので、できればちょっと常温に少し戻してから召し上がっていただくか、電子レンジでチンしていただいてもめっちゃくちゃ美味しいです。ちなみに私も、私の娘も、主人もですけど、まあ、佐藤家全員ですね、この豆乳ヨーグルトをとっても大好きで、もう毎日食べてます。でその時にこのフレークをかけてみたらめちゃくちゃ美味しかったですね。もうスイーツですよね。なのでもうちょっともうなんかこうスイーツ系食べたいっていう時は、この女性ホルモンに似た働きをしてくれるその豆乳ですよね、大豆ですから、イソフラボンです。イソフラボンを含んだこの豆乳ヨーグルトにこのメープルフレークをちょい出しして召し上がっていただくと、もう本当におすすめですので、ぜひあなたも今すぐ作ってみてくださいね。
っと補足になりますけれども、このメイプルシロップベースのこのメイプルフレークですね、なんといってもその痩せ効果があります。それは白砂糖よりももちろん低カロリーですし、ポリフェノールがたっぷり入ってるんですよね。そのことでその太る元ですよ、炭水化物、そういった糖を抑えてくれる効果がありますから、結果糖の吸収を緩やかに抑えてくれて、その間普通だったら溜め込んでしまう脂肪を抑えてくれる効果があるのが、このメープルシロップベースのメープルフレークになります。では続いて第2位はこちらです。じゃん、ソイデイズ大豆ちゃん国産蒸し大豆になります。これね、あのパッケージが可愛いでしょ。でこれカルディね、コーヒーファームって書いてあるんですけれど、これ大袋になるんですよね。この1袋で小分けのパックが10パック入っています。で全体の量は 250g で 25g×10 袋入っているんですよね。でこれもうすごいですよね、あのこの大豆ちゃんのあのイラストが可愛いなと思って、あの手に取って、ね、原材料はどうかな、無添加だといいなと思って裏を見たところ、バッチリだったんですよね。もう大豆はもちろん国産大豆ですし、また醸造酢、まあ、お酢を使ってくれていて、あと食塩のみなんですよね。でこちら大豆ちゃん国産蒸し大豆ということで、国産大豆をふっくら蒸し上げた大豆ちゃんは食べきりサイズでバッグに入れておく携帯菓子として、お子様のおやつの代わりとして便利に美味しくいただけますということで、これ一押しなんですよ。これですね、美味しかったですよ。本当にふっくら食べやすくて、まあ、ポリポリしたね、あの大豆も美味しい時もありますけど、本当にあの気にせず、まあ、音も立てず食べれる大豆になりますし、もう何よりも無添加であることと、女性ホルモンと似た働きをするこのイソフラボンのもう塊みたいなもんですから、ね、もう大豆そのまんまもう加工してないわけですから、もうこれはね一押しなんですよね。でこの材料の蒸し大豆はもうとにかくその女性ホルモンに似た働きをしてくれるイソフラボンが豊富で、しかもタンパク質が取れてしまうんですよね、植物性の。であなたのダイエットを成功させるためにはこのタンパク質がないともう絶対痩せることが、ね、できないです。なぜかというと、まあ、臓器、まあ、内臓を作る元もそうですし、筋肉もそう、タンパク質なんですよ。これがないともうそもそも動かすことさえできないということになりますよね。だからすごく大事。そして冒頭でお伝えしたその腸内環境を整えるためには痩せ菌と呼ばれるその善玉菌が必要。その善玉菌たちの餌となるのが食物繊維ですから、これもしっかりやっぱり取ってあげないとっていうことになるんですよね。でしかも味付けが食塩とお酢だけでしたよね。でこの酢というのがこれまたダイエットにはもう絶対おすすめの調味料になります。なぜかというと、そのデブホルモンと呼ばれるそのインスリンのですね、分泌を抑えてくれる効果もあれば、太るのも元ですよね、糖質ですよ、まあ、炭水化物系になると思うんですけれども、こういったのを食べるときにどうしても血糖値がこう急上昇しちゃうんですよね。その間にいっぱい脂肪を溜め込むわけですよ。もう損です。いかに血糖値を緩やかに上昇させることができるのかっていうのが痩せるポイントになりますから、このお酢を取ることでその急上昇を抑えることができる。しかもお酢の効果でその腸の動きです、前動運動が活発になるので、もうこのお酢を使った味付けってねすごいなと思いましたね。蒸し大豆にお酢かと思って、すごくね私もやった、もうナイスコンビと思ったんですよ。にプラス、まあ、大豆と、でこの塩というのも実はいいお塩はあなたの体温を上げてくれて、結果代謝を上げてくれて脂肪燃焼効果があるんですよ。で私たちはこのお塩がないと生きていけませんよね。もう必ずあの私たちのこの体液の濃度ってね、海水と同じって言われてるぐらい結構塩分ね高いんですよ。それだけ良いお塩っていうのは逆に取らないと危険ですから、上手にこのおやつを食べることでそういった良質のお塩も取ることができますよってことになります。ではお待たせしました、ここからあなたに第1位をお伝えしていきます。第1位はこちらです。じゃん、ソイプレミアム一つ上の豆乳、成分無調整の 100% 豆乳になります。
こちらはですね、1パックあたりが 200ml 入ってまして、マルサンアイさんが出している無調整の豆乳です。で、この何これ、ね、プレミアム大豆、プレミアム豆乳って何っていうことなので、よく見たら臭み、大豆のその青臭い臭みがないその豆乳になるんですよね。そういった大豆を使ってくださっているということなんです。その臭みの原因となるものを持たない豆乳に適した大豆を使ってくださってですね、で1パックあたりもタンパク質も 10.3g 取れたりとか、そのコレステロールなんかはねゼロになるんですよ。でしかも鉄分やカリウム、カルシウム、マグネシウムなどなど、とにかくいっぱいですね、栄養素が含まれていることになります。でやはりね、おやつで食べたくなるじゃないですか、ダイエット中ってね。それで、まあ、ついついおやつ食べたいなと思って、私はその太るおやつよりもこういった腸活に適した女性ホルモンに似た働きをしてくれるおやつを今回選んだんですけれども、でもそれでもですね、あなたが真剣にもうとにかく痩せたいんですって思いが強い、もしくは目標設定値がもう高い、もう20キロ痩せたいとか、やはりそのようなですね、高い思いをお持ちであれば、食べちゃうと太りますよね。もちろん食べた分だけ太ります。その時に食べるっていう行為から飲むっていう行為に置き換えたらどうですかということで、こちら選んだんですね。どうしても食べたくなったら食べるんではなくて飲む、飲み物です。そうするとその分やはりダイエット効果はアップします。しかもこういった豆乳系でしたらお腹の持ちも良いですし、しっかりその時の空腹感は紛らわせるというか、まあ満足になることができますから、もうすぐ食べるっていうよりはもうすぐ飲む。お茶もそうですかね、もう私痩せるお茶っていう動画もいっぱいあげてますけど、なんか食べたいってもう衝動に駆られたら、ぐっとそこはですね、食べるっていう行為からもう飲む、飲むに置き換えてみてください。もう10回食べたくなったら、もうそのうち1回からでもいいですから、10回食べてたのを1回飲むに置き換える。でそれができたらよしよし、自分を褒めてもらって2回10回のうちの2回を飲むに置き換える。で3、4、5、6とね、増やしてみてください。できますから、徐々にです。一気にしちゃうとね、反動でやっぱり食べたくなっちゃうじゃないですか。なので一歩ずつコツコツと食べるから飲むに移行していただくと、あなたのダイエットは加速します。なのでその時にお役に立てるなと思ったのが、この成分無調整のプレミアム豆乳なんですよね。すごいですよ、なんかモンドセレクションの優秀品質金賞3年連続っていうことで、うわどんな豆乳って、もまず飲んでみてください。味が違いますから、うわこの豆乳何って思うぐらい、本当にあの豆乳のそのこう匂いが苦手だっていう方は、もうぜひこの豆乳で多分豆乳デビューできると思いますので、ぜひ飲んでみてくださいね。でこの豆乳がもう素晴らしいのは、もう今まで散々お伝えした通り、女性ホルモンに似た働きをするそのイソフラボンが、まあ豊富だからっていうのもありますし、実はオリゴ糖も取れちゃうんですね。これが腸内のその乳酸菌ですから、餌となって腸内環境ますます整いますし、もう便秘解消になったり、しかもタンパク質が取れるから代謝も上がったりって、もう優れものなんですよね。そしてそのコレステロールもゼロですし、さらにぜひこれ温めて飲んでみてください。温めていただくとまたダイエット効果がアップしますので、ぜひぜひ冷たい豆乳よりもホットミルクのような感覚でホット豆乳で飲んでみてくださいね。でしかも私たち女性にとって嬉しいのが、この豆乳をぜひ生理前に飲んでください。主に生理前に飲んでいただくとデトックス効果が上がります。生理前ってやっぱり水分とかその脂肪が溜め込みやすいその期間なんですよね。要は老廃物を溜め込みやすい期間なんです。そんな生理前のこうイライラとかね、不定愁訴とか、こうなんかもう気分落ち込むとかあるじゃないですか。そういう時にホット豆乳を飲んでいただくと、そういったものがデトックスしやすくなって、そういった辛い生理前の症状が緩和されることができますから、豆乳を味方につけていただきたいなと思います。さあいかがだったでしょうか。今回は私たち女性にとってもとっても嬉しい効果があるその女性ホルモンに似た働きをするイソフラボンを多く含む
大豆をメインとしたおやつをトップ3という形であなたにお伝えいたしました。ぜひ美味しく食べながら、しかも健康的で綺麗に痩せるを実現していただきたいなと思ってお届けしております。ぜひお役立てくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。